今回紹介するのは、母がしんどいという本です。親との一緒にいるのが息苦しい。でも、決別するには罪悪感がある。そんなあなたにこそ読んでもらいたい。毒親との戦いを記録したコミックエッセイです。自分の宿題を母親がやってしまう。突然、通わされるピアノやバレエ。ブラジャーを買ってくれない。 アルバイトもも学校行事も邪魔される。自分の友達と親しくなろうとする喧嘩したら職場に抗議の電話。これらはほんの序の口大変な毒親に育てられた著者が苦しみ抜いた末に自立し自分なりの幸せをつかむまでを描いた感動のコミックエッセイです。 本書は超ハイパーコントローラーのお母さんを持ってしまった一人の女性がお母さんからの自立を決めるまでの実体験が綴られている私もカウンセラーとして仕事をしているのだがクライアントさんのお話を伺っていると少なくないのだ本書に出てくるようなお母さんが全部自分中心の発想で娘はを自分の所有物みたいにしか思っとらず。 自分のやっってていいいることはは間違っていないはず。それに不満を持つのは娘がおかしい娘が意を決して対決を挑んでものれんに腕押しで何を言っても通じないお母さんが以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします